今、愛知県赤十字血液センターの目の前ですけど、なんか台風が接近してるってんで、今、雨降ってます。じゃちょっと中入ってみます。今日の献血者数はどうでした？まあまあですか？今日の数ですか？ええ。今日ちょっと少なめですね。あ、やっぱり、ああ、そうですか。あ、台風の影響ね。そうですか。ははこちらはだいぶ古いんですか？これだって。年季が入った建物になるんですが、古いと思います。30年以上は。ちょっとそこまでは感じないけど。あ、そうですか。立った時から。まあ、30年は経ってるってことですね。そうですね。そうですか。なんか今話題のほら藤井四段。ああ、はい、瀬戸ですね。なんか瀬戸市の出身でしょ。そうです。で、藤井四段が16歳になったら、こちらで献血してもらったらどうですかね。いい宣伝になるんじゃないですかね。いただければいいんですね。ね。で、キャンペーンボーイになって、ね。羽生さんみたく。あ、ね。で、16歳から献血できるんですよね。そうですね、16歳から。だから20歳の、ね、献血キャンペーンっていうのは、あれ20歳じゃないと献血できないんじゃないかっていうね、なんか変な誤解をね、なんか与えるような気がしてね。だからもう、思い切っても16歳からのね、献血キャンペーンっていうのをねやった方がいいような気がしますね。16歳から200の全血できるんですよね。そうですね。はい。結構今日台風が心配ですね、これね。そうですね。はい。ね。送迎のバスは17分ですか。そうですね。じゃあまああと7分ありますね。そうですね。じゃあそれに乗っかってなんとかね。タクシーを1時間ぐらいドクターが待たされたことあるみたい。ああ、なんかさっき聞いたらなんかタクシーは今いっぱいだって言うんですよね。ここから歩くと大変ですよね、このね。20分、晴れてる日で20分かかって、で雨だからね。雨なんで30分ぐらい、そうですよね。じゃあ今日はその送迎バスあれで帰りますわね。じゃあ、あ、そう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 。それじゃあ、はい、いただいて。神倉様ですね。神倉行っちゃって。そうそう、はい、そうです。結構大丈夫です。大丈夫です。全然大丈夫。針跡痛みとかしびれは、あ、ないです、ないです。全然大丈夫です。リストバンドすみません、取ります。はい、はい。丸い絆創膏2時間、テーピング30分でさせてください。はい、わかりました。愛知県のちょっとルーム内で使えるポイントカードも一緒にお渡ししたので、またバイクでやる機会があったら一緒にお持ちください。はい、わかりました。お顔はダメですよね。それはね、それは。声は録音されてますけど大丈夫ですね。声の出演はね、声の出演はね、全然大丈夫。こういう感じなんですよ。こういう感じで映ってます。これ、ブログですか？そうです。ブログで、はい、こちらも紹介したいと思いますけど、こちら照明はわざと暗くしてるんですか？ちょっと晴れた日だと割と明るいんですけど、今日ちょっと雨で、あ、そうですか。これがマックスの明るさになっちゃうので、あ、なるほどね。そうですか。はい、じゃあなんとか17分で、あ、間に合いそうだな、あと7分。うん、こちらが採血室の入り口です。
漫画ちょっと紹介できません、時間がありません。あちらのマイクロが17分なので、あれが最後になります。あ、そうですか、はい、あれが17分ね、あれが17分です。まだまだあと数分、数分はありますけど、数分はありますね、あれが最後です。はい、わかりました、はい、はいはい、どうもどうも、はい、どうも、はい、いや、どうやらあの送迎バスあれに間に合いそうですね、ギリギリで。よかった、じゃあこの辺でもう止めますか。かなり慌ただしいんですけど、はい。